はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、シミッククリーチャーという魂力デッキですね。魂力のクリーチャーをいっぱい入れて、ランプしたりなんかいろいろしながら、コーマとジン・ギタ・クシアスまでつなげて最後殴り切るというほぼクリーチャーのねデッキです。はい、まあね、ちょっとねこれに関してはまあとにかくね魂力とかまあいろんなカード、新しいカードを触っていきたいなっていうので、作ったデッキなんで、まあこの次に、これを改造していく、まあ全然違う形になるかもしれないですけど、はい、ちゃんと戦えるデッキをね作っていくっていう感じになってくるんじゃないかなと思います。さあ、それでは早速やっていきます。はい、プレイ。さあ、それでは、7枚でキープしましょうか。さあ、土地を出してヤスペラの保証からいきます。お相手はセレズニアエンチャントということで、さあ、イントン車を出してターン終了。さあ、レンジャークラス、レンジャークラスややこしいかな。もうカウンターしときましょう。まあ、イントーン車出しますか。ターン終了。まあ、そこはもう別にいいかな。ターン終了。はい、オッケー。さあ、タヌキで土地持ってきます。戻していくか。さあ、戻します。さあ、密航者を出してターン終了。
まあこれは通してもいいか。さあそれではこうも。サダック、ハイドラの巣はいらんか。さあトークン出てきた。さあお相手サイズがねでかくなるね。さあここからだな、悩むな。さあダック、まあ、タヌキはいらないかな。ターン終了。さあこれで変身。さあ婚礼の発表か。まあしゃあないな。さあアタック、さあ竜の神の祭壇、密航者でいいか。とりあえず出しとくか、イントン車。タップさせといた方が無難だね。ハンコンが殴ってくるとちょっとややこしいからね。まあこういう時本当にね、アンブロが異常に強い。さあ2-1でアタック。まあ一応飛行クリーチャー出しときましょうか。
ターン終了。神聖なる憑依はちょっとよろしくないな。ここは打ち消しに行こう。さすがに。まあでもあとはとりあえずこちらも横並びさせときたいね。さあブロッカーが出てきた。まあこれで地上クリーチャーもねちょっと簡単に殴ってはこれないんじゃないかなっていう状態になりましたね。とりあえず21体アタック、じゃあ密航者出しましょうか。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープしたけどこれやっちゃったか、いけるかな。青マナがないことに今気づいた。始まったわ。はい、土地出してターン終了。いや、いい引きですね。お、これはもしかしたら夜になるんじゃないか。夜になってくれるとめちゃくちゃお得なんだが。夜になりましたね、ありがたい。さあ土地を出してアタック、とりあえず1枚だけね呪文唱えときましょう。竜の神の祭壇タヌキ、先にちょっとそっち行かれましたか。さあアタック。
で、カード引く。まあ、ヤスペラ入れと、出しとこうか。ターン終了。これは別にいいか。さあ、アタック。イントン車で土地を出して、ターン終了。これは仕方ないな。ダンシングソードか。まあ、カニでカウンターしときましょうか。さあ、土地で。さあ、陣出そう。発展の暴君。さあ、そこはしかしカウンター。相当きついと思うよこれ。1マナでなんか巨大化的なカードあったっけ。あ、威迫かなんか、あ、飛行か、飛行がついたのか。どうしようかな。コーマ出してもいいんだけど、コーマ出そうか。さあ、一体アタック、ターン終了。まあ、クリーチャーはいくら並んでも別にいいかなと。さあ、3体でアタック。
さあ、コーマがブロックされた。はい。で、カード引く、カード捨てる。ターン終了。さあ、夜になると。そこら辺を装備しようがどうしようがあんまり関係ないかな。さあ、カウンター。タップさせてしまいましょう。殴ってきますか。アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。ターン終了。お、珍しいの来ましたね。国上のなんちゃら使った、多分デッキかな。現実チップ。悩むけど、まあとりあえず行くか。密航者でいいか。ライフ回復される分にはね、あれだけど。そうか、パラディンクラスでもこの魂力は関係ないのか。それは優秀だな。ターン終了。さあ、カラスの警告はまあとりあえずでもカウンターしとかんとめんどくさそうなんで、カウンターしときます。
先に土地出されてたらダメだったね。さあ、01出して。怪しげな密航。はい、乾燥。さあ、ここからが勝負ですね。誤報2か。アタック。カニ捨てるか。そうか、今もう土地はセットしちゃったのか。さあ、次のターンのコウまでどうなるか。フルパンしてきますね。まあそらそうか、どうせブロックできんしね。もう幸いライフがね、まだちょっとあったのが救いですね。さあ、戻してちょっとまあテンポ崩しに行きましょう。さすがに先にこっちからかな。はい、陣出して。さあ、どつくで、カード引く。二段攻撃はつけてこなかったですね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。シミッククリーチャーということで、はい、まあ、基本的にはあれですね、このコンディキクリーチャーをね使いながら、まあこいつらをまあ呪文のように使いながらね、最終コーマと
このギター、クシアス、まあ、ここら辺並べて殴っていくというね、デッキなんですけども、まあ、割とこのタヌキ強いね、大タヌキすごい、相手のエンド時に使えるランプカードということで、まあ、かなり優秀なカードではありますね。あとこの現実チップがまあちょっとね2枚しか入ってないってこともあるんですけど、まあ、今回あまり活躍はしなかったですけど、この怪しげな密航者は割とねこのデッキだと活躍してくれましたね。あとはカニとカメと、まあ、ここら辺もいい感じに働いてくれてたんで、はい。あと竜の神の祭壇、これライフ回復がね意外とバカにならんね。使ってみるとねやっぱそこら辺分かりにくいとこはあったんですけど、使ってみるとなかなか面白いカードではありましたね。はい、まあそんな感じで。ここからまたちょっとね、いろいろ改良はしていくと思うんですけど、まあ一旦ね、叩き台で、今力デッキ作ってみました。はい、さあそれではね、今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。